本刀の原料となる玉鋼を何度も何度も叩く男性、刀鍛冶の興梠房興さんです。2016年に地元竹田市に工房を開きました。自分の生まれた土地に恩返しが、自分のね、この刀鍛冶の仕事の中でできればいいなって思ってるので。地元で活動することを決めた後、最初に取り組んだ大きな仕事が伝説の刀の復元でした。熊本県の阿蘇神社に伝わり、太平洋戦争後行方が分からなくなっていた名刀蛍丸を兄弟子と共に復元し、神社に奉納したのです。プレッシャーとかもありましたし、当時作業してる時は結構何の余裕もなくて、体力的にも精神的にも余裕がなかったですね。振り返ってよかったなと思いますけど。大きな仕事を経てさらに成長したという興梠さん、それでも職人として道を極めていくことに変わりはありません。今回作業風景を見せてもらいました。こちらが日本刀の原料となる玉鋼です。熱しては叩き、また熱しては叩く、これを繰り返すことで刀へと鍛え上げていきます。一番時間が長いのは、折り返し鍛錬ですね。材料を練ってる時がやっぱり一番時間が長くて一番しんどくて、ずっと鉄と対話してないと見落としてしまうので、鉄を生かすも殺すも、この状態の時の見極めが大事になってきます。自分の奥義みたいなやつが一個あって、それはもうちょっと見せられないです。人に完全に自分のオリジナルで、それを見つけた時はもうすごい嬉しくて、そういうのもやりがいですね。で、それを見つけた時に思ったのが、結局鍛錬方法って一つじゃなくて、材料に分けて無数に可能性がある時をその時分かって、寿命が足りないって思いました。作品が作ったら残るの で、その後世ですね、自分が死んだ後自分が作った刀を未来の人が見て、いい刀だなって評価してほしいなって自分は思うんですね。現在刀鍛冶は県内に2人だけ。興梠さんは刀の魅力を伝え、刀鍛冶の技術を後世に残していきたいと話しています。業界って言いますかね、全体をこう盛り上げていって、先細りするんではなくて、ずっとこう、100年後200年後の未来でも刀鍛冶が、仕事して生活できるぐらいの、展望は持ちたいなっていうところで、自分にできるところで頑張っていきたいなと思ってます。